この先どんなことがあっても、どれだけ時間が経ってもテコと出会った今年が特別な年だってことは変わらないよ。あ、楽しいは無限大。もっと飛ばせ知らず。カッサンは命張って俺らを救ってくれたんだろうが。近づいてくる二人、いや三人。見るな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 。彼が僕の耳元で囁くんです。あれはきっと前の僕だ。行くぞ。ペルソナ5ジ・アニメーション。そりゃ振られるわ。運命の再会なんて信じてなかった。ひろたか、なるみ、あの時までは。今度の夏コミは参加すんの？恋愛ってほんと難しいな。ゲームの中だけで十分ですが、オタクに恋は難しい。うん、タイプじゃねえわ。うん、そりゃ振られるわ。私はあなたを疑ったことはありません。伝説の黎明を告げる戦いが今幕を開ける。銀河英雄伝説ディノイエテーゼ。
こんな話、俺も最初はホラ話だと思ったけど。信じる。していた。俺は、私はこの恋を一生忘れない。テレビアニメひな祭り2018年4月放送開始だぜ。君たちになってもらうよ、ボールと友達に。臨界突破、いけるぞ。フォーメーションテラロイド。アタッカーが人型に変形。いや、進化した。お兄ちゃん、重心機パンドーラ。失う覚悟のない者に何かを得ることなどできはしませんから。二次元の女の子にしか興味がないオタク高校生と学校一の超絶美少女、美女とオタクのありえないピュアラブコメ、 3D 彼女リアルガール、4月より日本テレビ他にて放送開始。二次元の女の子にしか興味がないオタク高校生と学校一の超絶美少女、美女とオタクのありえないピュアラブコメ、 3D 彼女リアルガール、4月より日本テレビ他にて放送開始。Fight my fear.
で勝てるやってくる勝負どころ、二つに一つ選べてついに来ちまった。焦ることはない、運命は決まってたんだ。どうする、やるかやめるか、やめちまうか。